ルタグリベオランスヘンルーダはミカン科の常緑小帝木。日本語のヘンルーダはオランダ語に由来する。ルーあるいはコモンルーとも呼ばれる。学名はルタグリベオランスで1753年にリンネの植物の種で記載されたものである。地中海沿岸地方の原産で樹高は50センチメートルから1メートルくらい。葉は 青灰色を帯びたものと、黄色味の強いもの、不入り場のものなどがあるが、耐性し、二回以上吹くようで、山椒を少し甘くしたような香りがある。丸みを帯びた、滑らかな葉が、レース状に茂り、優雅なハーブと呼ばれる。花は夏先で、黄色の四から五弁の花で、あまり干渉価値はない。江戸時代にイし、葉に含まれるシネオールという精油成分が通形剤、鎮形剤。 苦虫剤などに利用され、料理の香り付けにも使われていたが、漆のように接触するとかぶれるなど毒性があるとされ、今はほとんどその目的には使われていない。精油として採取されたルー油は、グラッパなどの香り付けに使われている。漢字では、うんこうと書き、しおりに使うと、本の虫食いを防ぐと言われた。古くは書斎を、芸室とも言った。 メガネのハーブと呼ばれるほど視力を高める効果があると信じられていた。そのため、古代ローマでは画家はこれを大量に食べたという。しかし、紀元一世紀にディオスコリデスは妊娠中の内服の危険性について警告している。ヘンルーダは春の悲願すぎに種をまいて育てる。乾燥に強いが反対感性で高温多湿にもやや弱い。なお、未完化は ラテン語でルテーシーと言い,い、ヘンルーダ族がトガを代表する族になっているため、かつては日本語でもヘンルーダ科と呼ばれていたが、日本人にとってはヘンルーダより、ミカンの方が身近な植物であるため、1960年代半ばからミカン科と呼ぶようになった。A.B. ヨネクラコージ、カジタタダシ、ルタグリベオランスエル、B.G. プランツワミョウ学名インデックス。 2021年9月16日閲覧。三聖堂百科事書編集部編。ヘンルーダ。新州百科辞典三聖堂。1934年。1893ページ。リンネウス。カロルス。スピーシーズ・プランターラム。ホルミア。ストックホルム。ラウレンティウス・ソルビアス。 p383https コロンスラッシュスラッシュ w w w b i o d i v r s i t y l i b r a r y o r g スラッシュページスラッシュ3 5 8 4 0 2 a ビザンティッチフライアント 2010p269 竹正光雄スパイスハーブ辞典文猿社1997年 P214 基本ハーブの自転東京堂を出版、北野咲子2005年、P214 から217。ありがとうございます。